はい、皆さんはドッツです。今日は2018年6月の28日、朝の7時52分です。よろしくお願いします。みんなおはよう。おはようございます。よいしょ。ふわっちがね、今日なぜか朝起きたらバンになってたんですけれども、バンが解除されました。弾丸塾のね、キャプチャーをしてたんだよ。で、それが今、今さっき連絡が取れて、でね、まあありがたいんだけど5番だったんだけど、スタッフに夜中のスタッフさんが「あれ?」って「弾丸塾ってテレビをキャプチャーしてるじゃん」って。弾丸塾はテレビだったと思ったらしい。うん、はいはい、いらっしゃい。ワードツー、おはよう。おはよう、おはよう。はい、みんなおはよう。ガムの指令見てた?あー、ありがとう、ありがとう。みんなで弾丸塾盛り上げていきましょう。ありがとう。ああ、よかった。でも、ふわっちがバンにならなくてよかった。セーフ。まあでもね、テレビのクオリティと勘違いされたっていうのは嬉しいよね。はい、ワード2。バン解除。バン解除されました。ネギっ子ありがとう、キャンディー。キャンディーいつもアイテムありがとう。おはよう。
まあまあ、しょうがないでしょう。まあ確かに、あのクオリティ見たら、普通の生放送じゃないなっていう判断はしちゃうよね。だからまあ、嬉しい誤爆かな、俺にとっては。おはよう。嬉しい晩だよ。あ、これテレビ放送してるじゃん。それくらいクオリティ高かったってことでしょ。普通の運営さん、放送の運営さん、ふわっちの運営さんが見て、テレビはダメだよっていう。テレビじゃないんだな。ネット生放送だからね。嬉しいよ。なんかふわっち全体的にかそってないか。おお、アムチェン、お疲れ。あ、あのさ、ちょっと笑い話、アムチェン。カズさんってさ、俺のセコンドにいたイケメンの背高い人いたでしょ。ガタイがやばい。あの人、世界7位の本物のボクサーなのよ。東洋太平洋2冠取ってる。で、その人が、アムチェン見て、あの子美人だね。あの背の高い花魁の女の子美人だねって。カズさん、男です あれアムチンのことなの。おーって、あれ男なのっつって、そういうキャラですって言って お疲れお疲れアムチン、女だと思ってたらしいよ、まあまあね、メイクもして綺麗だって笑うよね笑うよね。あれ、なんかメイク動画とか YouTube に上げたら騙せるんじゃないの。ちょっと面白かった。ちょっとネタだなと思って、紹介すればよかったね。あの人すごい人なんだよ、カズさんって言って、日高和彦っていう。ホモではない、ホモではない。アムチンね、実際見るとね、本当に下手な女より美人なんだよ。背高い、スタイルいいし、顔も整ってるし、化粧映えもするから。女の人だと思ってたでしょ？いや、いると思うよ。アムチンのこと女だと思ってる人。普通に男だからね。でも、鮫島さんも最初、この子可愛いっつって、アムチンの囲いやってたんだよ。ロム線だったけど囲ってた。この女いい女だなっつって、一発やりてえなって鮫島さんも思ってたらしいよ。で、男なの？ってなったらしい。みんな騙されるの。なんだよ、男かよ、とか言って。そんなんばっかりだからな、配信。いやー、まったり放送楽しい。昨日の放送楽しかったな。なんかさ、肩の力抜いてこうやって放送するのが久々だからさ、通常雑談っていうの。企画に追われてたから、すげえ楽しいよ、今。まったりやってるかんね。ロハコは黒くて里芋、里芋みたい。ロハコは黒くてって、ロハコさんが誰のことを言ってたの？ごめん、意味が分かんない。いや、いいな、スケジュールが入ってないっていいな、いいな、いいな。自由だよ、自由だよ。はい、ワードツー。自由っていいな。ていうか、昨日のさ、便所太郎さんの記事のやつ見た？すっげえ面白かったんだけど。記事のヒナ手に入れたかんね。便所さん行動力あるよな。すげえ面白い。おいっす、カズさん。よろしくお願いします。初見さん、カズンさんっていうんですね。なんかグローブのマークやってるんで、ボクシングか何かやってるんですかね。僕はですね、ステゴロっていう、すごく
人気の格闘技配信者です。よろしくお願いします。はい、ボクサーですね僕は。はい、カズさん お疲れっす。この前楽しかったっす。ありがとうございます。うん、なんか格闘技とかされてるんですか？カズさんは、カズーンさんは知ってる？これ、カズーンさんのイラスト、これあれだよ、ゆでたまごさんが描いたイラストなんだよ。人脈おかしいよね、あの筋肉マンのゆでたまごさん。このサムネ、あの普通のサムネじゃないから、ゆでたまごさん直筆だから、ずるいよね。うん、やっぱ世界で活躍するとそういうさ、あの一流の人からイラスト描いてもらえる。リスナーさんのね、イラストとかも嬉しいじゃん、すごく。でもそのレベルが、あのプロ漫画家、筋肉マンの作者っていうレベルだから。格闘技はしてません。ボクシングやりたいので教えてください。今後ともよろしくお願いします。まずじゃあジャブからだな。今度会いましょう。今度ジャブから、あと公園でシャドーボクシングからが僕のやり方なんで、はい、今度じゃあ教えてやる。怒られるわ、怒られるわ。いやー、旅行でも行きてえな、本当に。一回全部終わった。カズさんが下手なリスナーよりコメント上手くなってるからね。いつまでも続ける。いやー、もうそろそろいいっすね。もうそろそろこのネタめんどくさいっすね。俺も教えます。とか言って。シュッシュッつって。シュッ。うん、終わった終わった。うん、あれっすよ、カズさん、あのアムチンってあのオイランのカズさんが、あれ女って言ったやつです。あれ女の子だよねって言ったやつです。それがこのオイラン道中ってアムチンです。楽屋で一緒にいた子ですよ。あの若い子で、あのお母さんと一緒に配信とかやってるんで、ふわっちとかで、あのアムチンさっき話したカズさん、ね、あのチャンプですよ、僕の憧れの。そう、ハイパーかっこいいお兄ちゃん、うん、そうですそうです。あれ、宮城さんのセコンドだったんだっけ、アムチン。あの花魁の格好した背の高い、あの女みたいな男ですよ。最近やってんのかな、配信。アムチン放送見ないな最近。アムチンだけど、なんかキャスの方が合ってる気がするんだよね、俺の中で。キャスとか YouTuber とか合いそう。ふわっちもね、だいぶね、なんかニコ生食、ニコ生系の人たちに染まってきたよね。うん。あ、みやびさんのだ。そうそうそう。うん。で、弾丸塾終わって、シルバー和道と生活保護完全マニュアルか。まあ、下手なね、ブスなね、女性より全然綺麗だかんね、アムチンね。鮫島さんも惚れてたかんね。あの女いい女だなって。男だっつ。いや、超やめてほしいんだけど、射程とか。ていうか、みんな和道 T シャツ買ってよ。なんで買ってくんないんだよ、在庫だらけなんだけど。頼むよ、和道 T シャツ。これ最高級だよ。ねえ、俺のブランドはシワも楽しめるから。もう在庫管理がずさんだから、ほら、シワクちゃん。これ新品の、これね、このシワがいいって言われてるから。新品なのにシワクちゃで送られてくんの。ちょ、買ってマジで、みんな。いや、なんだろう、ステッカーとか全部合わせたら、あの、原価償却はできたけど、頼むよ。頼むよ、みんな。T シャツあと何枚あんだろう。4の、昨日3個送ったから、7、あと15枚ぐらいかな。M サイズがなくなるのかな、今日。あ、ボクシング5年やってたの？
あ、じゃあ、あれか、普通にリスナーさんとして知ってるんじゃなくて、選手として知ってるんだ。すげえな。5年もやってたんだ。ステゴロ出りゃいいじゃん。知らなかったわ。普通にステゴロ出ろよ、アムチン。なんだよ。経験者じゃん。5年やってたら相当でしょ。っていうかさ、みんなさ、LLL って言ってたけどさ、実際蓋開けてみたらさ、全然 L サイズはさばけないの。みんな M とか S とかで、全然 M じゃんとか思って、普通に最初俺が組んでた枚数でよかったんだよね。え？ステゴロ 3A 参加表明？いや、俺出ないっつってんじゃん。俺出ないよ。もう最初から言ってんじゃん。前回から。もう今回で最後だっていう。勝ちを拾ってやめるよって言って。出ないよ俺。会場で販売して7枚売れた。7枚売れたけど、なんだ、俺が着る分と、カズさんが着る分と、鮫島さんが着る分は、スタッフ用にもう配っちゃってるから。だから、まあまあ、売れた数と、ハゲた数合わせて残り15枚ぐらい。俺は出ないよ、もう今後。俺はもともと喋りで食っていきたかったのに、なんで殴り合いやんないといけないんだよ。もう2回本気でやって2回ボコボコにされたんだから、才能ねえんだよ。引き際も大事だよ。勘弁してくれよ。勝手に嘘つくなよ。俺は出ねえっつってんだろ。もともとそういうキャラクター、俺はアウトローでも何でもねえんだから、喧嘩自慢もしたことねえし。喧嘩なんかしたことねえよ、俺。殴り合いの。口喧嘩は達者だよ。もともとこれが俺のフィールドなんだから。喋りで喧嘩だったら負けねえよ。やだやだ。もう、もともと人を殴るの向いてないんだから、運動神経、運動すらやったことないんだよ。こってこての帰宅部のエースだったんだから。まあ、全国区だよ、もう。帰宅部インターハイ覇者だよ。 関東地区の。勘弁してくれよ、もう。おはよう。いや、帰宅部のレギュラーだったからね。 すぐ本屋に行ってたよ。ランドセルのまま本屋に直行とか、ランドセルのままトイザらスに行って、トイザらスのゲームコーナーの、あるじゃん、実機が。あれでずっとやってた。そういう男だよ、俺は。動体視力上げればパンチはすごいから勝てると思う。でもね、直樹兄さんすごかったよ。圧がすごくて、要はね、全部芯ずらされるんだよね。あと、俺が、やっぱ、思ってたよりもリズミカルでスピード速かったから、リズム感良かったから、思ってたより遅くなかったな。まあまあ、隙はあったからもっとできたなっていうのはあるけど、なんか当日の動きはまあしょうがないかなっていう、そのまあまあ気持ち的にはもうフルでできたから、一回もその心折れなかったし、ダウン取られてもダウン絶対取り返してやるっていうか。だから普通に相手の方が強くて、相手の方が技術があって、相手の方が強かったっていう風に本当に心の底から思えた。出せるもんは出したつもりだね。もちろん細かいこと言ったら練習通り綺麗にやりたいとかさ、こうやりたいとかあるけど、結局本番で出なかったら意味ないわけよ。本番が全てだから。まあまあ最大の面白かったところはレフェリーぶん殴ったところだと思うけど。俺の一番効く渾身の右ブローが、レフェリーに当たるっていう。あれはすごい面白かったね。直樹兄さんには届かなかった。でもね、なんか、ステゴロのファイト見るとよくわかんないのが、クリンチされてないのに止めるシーンが多すぎるの。なんかね、直樹兄さんが攻めてる時も止めてるし、俺が攻めてる時もなぜか止めてんの、レフェリー。あれ何なんだろう。あれさ、ボクシングで言うと公正なところだから、スタンディングダウン取るならわかるのに、なんでこのレフェリー止めるんだろうなっていうのがちょっとよくわかんなかった。アマチュアルールだからかな、わかんないけど。ヒカルくんレーシックやってすごく目良くなった。でも怖いよ、麻酔打って目一回切るんだって。
で、レーザーでウィーンって臭いんだって、肉を焦がすから。で、その後なんか貼るんだって、目切った目をつけるんだって。え、動体視力、あ、それね、ドレさんも言ってた。ボクサーは動体視力とか反射神経じゃなくて、先に頭振ってるだけだって言ってた。あとはその勘がいいっていう、その足とか足の動きとか肩の動きを見てるっていうのと、先に的を散らしてるっていう技術があるから、これがすごいらしいねってドレさんは言ってた。その要は普通の人はこれをこう打つっていうのだけ考えるけど、ずっと動いてる的だから前提として外れる。だから動き続ける技術がすごいっていうのと、あと来た時のそのなんつうの、来る初動の動きを読むのがうまいんだって、肩とか足とか。まあ俺はドレさんから聞いた情報だからね、あんまり偉そうなこと言うとまた口だけとか言われるからね口で喋って生きてきたんだこの野郎、口だけじゃねえよお前、口でここまでやってきたんだよ、あんま口だけとか言うんじゃねえよ、ペラでここまでやってきたんだよ俺は。まあカズさんがね言うなら本物だよね。野球選手とかテニスをやってる人が動体視力なんだ。へえ。ワード配信なくてマジつまんなかった。いや、バンだったんだよ。バン。5番。運営さんからやっと解除されたよ。なんでバンなのって。びっくりしたよ、竹さん。ツイッター見てたらわかるよ。うん。バンになって、何が理由でバンになったんですかって言ったら、さっき連絡来て。すいません、うちのスタッフが間違えましたって。何間違えたのって。弾丸塾キャプってたじゃないですかって。はいって。あれテレビだと思ったらしいですって弾丸さんと北郷さんとテロップとかすごい出てるから、テレビのクオリティだったので、テレビをキャプチャーしたと思って、うちテレビダメだと思ってごめんなさいって言って、うん、いやバンだったんですよふわっちで。なんでなんでって YouTube ライブやってて、なんかやったみたいな。そしたら弾丸塾のキャプチャーここでずっとやってたじゃないですか。それがタレントが出てるからこれテレビだって思って、ダメだよワド君って言って、アルバイトの子がバンしちゃったらしい。で今多分朝起きたんだ、8時出社のあの本社正社員が来たんだろうね。違うよこれワド君の番組だよみたいな。テレビダメダメダメ、テレビはダメだよ、著作権物だから、あのふわっちが訴えられちゃうから。テレビとかその映画とか一発版、アニメも流してないでしょ。だからふわっち間違い版最近増えたよね。多分新人のアルバイトが深夜版やってるんだと思うよ、俺の予想。最近多いよね。音はねセーフなの、音はセーフなの。いやね、ふわっちは音ダメだった気がするけど、ニコ生は音はセーフなの、ね、サイトによって違う。ちゃんと見てないっていうか、まあまあまあ、まあ嬉しいんじゃ、嬉しいよね。弾丸塾のクオリティがそれだけテレビぐらいのクオリティだっていうのが、ねえ、わからない人から見たら、あ、これテレビのさ、テレビ番組なんだっていうふうに間違えちゃったんでしょ。俺はね、グローブは16オンスの方が俺はいいと思ってる。なんでかっていうと、ダメージを知ってるじゃん、カプチーノ。で、確かに、その、もっと技術力を上げたら、うん、10オンスとかで8オンスとかでやった方がそれ決まるよ。だから怪我が、俺らボクサーではないわけよ。あれ違うよ健太くん、ノー編集だよ。あれノー編集で、あれ生放送であれやってたんだよ。すごいクオリティでしょ。だ現場すごかったよ。もうスイッチャー4枚でカメラ最終的に5台使ったのかな。で照明でしょ。で黒巻合成のグリーンバックのスタジオで、もうすごかったよ。あれ生編集一切ないの。あの弾丸塾のあれに関しては、あれ生放送の生であのクオリティだから結構大変だったよ。俺は16オンス、ね、今回は、70キロから70キロ、60キロ、70キロは14オンス、70キロから80キロは16オンスだけど、あれでいいと思う。それですら顎痛いから。ではね、16オンスでもちゃんとやれば KO できるよ。それはほら、俺が倒されたの見て分かったでしょ。あれが8オンスとかだったらもうほんと、あれぼっこり腫れてるよ。あと拳が折れる、多分。
ドルさん弾丸塾外されるの？俺はドルさんムカついてるけど外しはしない。チンコ出しちゃったハニー大木さんも、もうさすがに外しましょうよって俺が言ったけど、運営さんが、それは違いますよ、和道さんって。この人一生懸命面白いことやろうとしたじゃないですかって。頑張りましょうよって。僕らが我慢しましょうって。だからドルさんも、ハニー大木さんも外さないですよ。一生懸命やってる人応援しましょうよって。俺は腹立って、ハニー大木さんと、もう外そうって言ったけど、俺は言った。申し訳ないけど、運営さんは厳正な対処、こっち側はやりましょうって。さすがにチンコ出したらダメでしょうって。わかんないっすよって。ハニー大木さんが跳ねるかもしんないっすよって。伝説作ろうっていう。かっこよかったよ、運営さんも。いろいろ大変なのよ。俺の意見通ってる部分は通りまくってるけど、通らないところは通らないよ。通るときは通るし、結構通ってるよ。3割ぐらいは俺の意見通ってるよ。生だから R さん大変だろうね。ドレ G の無茶ぶりに対応するのか。いや、かっこよかったよ、R さん。ロレさんがさ、R さんに向かってお前より稼いでるとか、お前より面白いって言ったの失礼極まりないじゃん、あんな。なんだそれだよ、ほんと。今聞いても呆れるよ、ほんとに。わがままじゃないよ。わがままではないよ。番組をちゃんと面白くなるようにっていうことを考えてやってるから、わがままではないでしょ。仕事としてやってんだから。わがまま言ってないよ、俺。だって自分のね、数字が伸びるとかそういうことじゃないから。自称テレビ関係の仕事をしてくるからの行動。アドルさんはテレビ関係の仕事したことあるらしいよね。ほら、格闘技系の番組やってたんじゃなかったかな。あ、違う。なんだっけな。なんか忘れちゃったんだけど、テレビ番組系の仕事してたの本当だよ。少しかじってた時期がある。アルさんは怒ってたっていうよりも、ダンカンさんが、配信者ってあれネタなのってずっと言ってた。飲み会で。あれは本気なのかネタなのか、俺らわかんねえって言ってた。で、ずっとダンカンさんに、配信者とはどんな人なのかずっと聞かれてたね。あれはどうやって対処すればいいのみたいな。あれはどういうノリなのみたいな。テレビのノリとやっぱ違うから、演技なのか本気なのかもわかんないらしいの。だから説明するのにすごい困ったのよ。通販の番組ではないね。あの番組は、演者で出たんでしょ。アルさん怒るでしょ、あんなこと言われたら。ただグッとこらえたんでしょ。ソフトバンクの CM？ もうやってたの？へえ。おはよう、セフィ。おはよう。でもね、俺か、初見さんよろしく。なんつうの、俺からしたらね、なんか面白くなるんじゃないかっていう気はしてるかな。今のところ前回ね、生放送では、ああ、これはまずいと思ったけど、滑ったと思ったけど、今の反応を見てる限りだと、まだ挽回できると思ってる。で、もしかしたら誰かぶっぱねるぞっていう予感は俺の中であるよ。これいけるんじゃねえみたいな。もしかして思ってるより悪くないかもっていう感覚は俺の中であるかな。意外とね、それが一回落ち着いてみたら面白いっていう意見が増えてきたの。ネット側寄りで見てたら確かにあれだけど、その再アップロード見てみたら、あれそんなに悪くないぞみたいな意見増えてきたね。もちろんもちろん。人としてドルさんをディスってない。行動をディスってるわけだから、俺は。いや、まあ、プロだよね、ラテンモンさんね。やっぱり、面白くなるようにずっと頑張ってたよね。あれがプロの仕事でしょ。で、もともとダンカンさんは、たけし軍団知ってる人だったら知ってるけど、喋りの人じゃないのよ。喋り下手なので有名なの。だから、R さんが喋りの側で、MC 側だから、でもみんなやっぱネームバリューのダンカンさんの方に食いつくじゃん。ダンカンさんってアドリブ聞かないのとか、トークがメインじゃないの、有名だから。
おはようすー、キングマンさん。そうそう。で、俺はね、ダンカンさんかっこいいなと思ったのが、飲み会の最後別れ際にボソッと言ったのが、あいつらと飲みてえなーって言ったの。歩み寄ろうとずっとしてんのよ。要は配信は見なくていいと本人も思ってるんだけど、彼らの人と人とのつながりを大事にしないとこの番組成立しないっていうのがダンカンさんの考えなの。彼らと一杯飲んだら変わるなって言ってたよ。あー、事務所行かない、わかんない、どうなるか。いきなり配信歴10年以上とか言ってしまう人だから可能姉妹的みたいになるんですかね。まあ配信歴10年でも売れてんのここ1年のポットでだかんな。俺からしたら後輩だよ、ドレさんは。ダンカンは作家で俳優であってアドリブパフォーマー求めるのはおかしい。まあまあそうだろうね。っていうかテレビタレントはアドリブ弱いよ。舞台芸人は強いけど舞台踏んでる人は強い。だからたけしさんが異常なんだよ。舞台でも受けてテレビでも受けるっていう稀有なキャラクターなんだよ。テレビ受けする芸人って舞台弱かったりするよ。アルさんはもうライブがめちゃめちゃ面白い。ライブとかトークがめちゃめちゃ面白い。だからね、役割ってあるんだよ。そのテレビ関係者でも作家向きなんだよね。義太夫さんも下手だね。ダンカンさんも下手だよね。だから水道橋博士とかがうまいんだよ。軍団で言ったら水道橋博士はペラがめちゃめちゃ回るのと、あと誰だろう、東国原かな、やっぱ、うん、東国原異常だよね。そのまんま東は喋れる。たけし軍団ってもともと喋りの人じゃないかんね。体張る芸風だかんね。それに北郷さんも喋りの人だけど、そうだよ。で、未だに生き残ってるし、未だに仕事取ってるんだよ。あ、そうそう、昨日話忘れたんだけどさ、ダンカンさんが阪神タイガース好きな理由知ってる？みんな。俺聞いたんだよ。これがちょっと泣けるんだよ。びっくりしたんだけど、なんで関東の人なのに阪神気違いなわけじゃん。もう阪神教なわけじゃん。阪神タイガースずーっとスコアブックつけてるんだけど、ね、すごかった。なんでって聞いたら、ああ、ワド君さ、巨人と阪神あるだろって。巨人と阪神なんだよ。俺らが子供の頃。で、阪神見てみろよ。王貞治だろって。あ、長嶋茂雄だろって。阪神見てみろよって。男はよ、負けの美学なんだよって。負けてる奴が持ってない奴らが、持ってる奴らに挑む姿ってかっこよくねえかって言うんだよ。なんか感動しない？持ってるやつが勝つの当たり前だろうって。持ってないやつが一生懸命応援して、一生懸命頑張って、良くないって言うの。俺すげえと思ったよ。だから阪神なんだって。その、お金があったら強い選手。うん。え？ダンカンは？虎吉の敵？うん。なんで？うん、ある北郷なんて博士の足の親指レベルにも達してない。おお、まあプロっていうのは違うよね。うん、まあまあまあ、君たちは感性、俺と違う感性なんだろうな。俺はすごいかっこいいなと思ったけどな。うん、俺はすごい心に響いて、あ、かっこいいなって思ったけど、まあまあ感性が違うんでしょ、俺と君たちとは。うん、恵まれてないやつほど応援したくなる心理だよね。雑草魂。あ、そう？ダンカンさんの喋りがたけしさんに似てた？そうかな？あんまりそれ感じなかったけどな。
たけしはフリップ漫才したときは驚いた。あのテンポで漫才師できる人いないんだね。どうなんだろうな。俺がほら、現場そのもののたけしさんを見たことないから、漫才とかをやってるたけしさんとか知らないから、2ビート時代とか。あとコント番組見たことないんだよ。現場で。現役で。リアルタイムで。そう。だからでも一番感動したのがさ、ダンカンさん目の前にいて、北郷さん隣にいて、思ってるエピソード語ろうと思って、まあ、アンビリーバーボーとか司会のイメージなんですよって言って、ああ、そうだろうね、三女さんだと思って。で、たけしさんのネタを見たのは、いいともの、いいと、笑っていいともの、こうやって広げてボケたじゃないですかって、あれ見た時感動しました、つったら、北郷さんが爆笑したの。あのネタ書いたの俺だからって言って、鳥肌立ったよね。いや、ビートたけしさんってあの年であんなネタ書くなんてすごいって言った。ネタ書いたの俺だよとか言って。構成作家ってそういうことだよとか言って。打ち合わせ大変だったよあれとか言って。あ、面白いなとか思って。面白いよね。だからね、芸能人ってテレビタレントになったらもうネタ書く時間ないじゃん。だから構成作家書いて手直ししてって感じじゃん。ドレさんいつもアンチにキレキレしてるけど、自分は、そう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 。ちょっとね、言ってることとやってることが違うよね。あいつって誰？関西ローカルテレビ番組にこびらせににわか阪神ファンなの、にわか阪神ファンなのに。息子に甲子園名前つけた。ダンカン世代、阪神すごい選手もいるし、明治愛もある。いやいや、ダンカンさんあれだよ。阪神もっともっと大好きだよ。いまだにスコアブックつけてるし、仕事のために取って、にわか阪神ファンじゃないよ全然。もうだって何十年スコアブックつけてるっつって、いまだにつけてノート持ってるもん。で、飲み会の時とかもずっと、やっぱ阪神の話題ばっかりだよ。あれ本当の阪神ファンだよ。だって自慢してたもん。阪神のスコアブックつけててよかったって言ってた。子供の頃から。十何歳からつけてるらしいんだけど、それが仕事になってるっていうのが嬉しいって言ってた。だって好きなことやってたらお金になるんだもんって言ってたもん。本当に好きなんだって。仕事のためにやってないよ。ねえ、息子さんすごいよね。ダンカン世代で阪神のすごい選手って誰って。わかんない。なんでさ、微熱ちゃんはさ 俺多分微熱ちゃんよりもダンカンさんに絶対近いと思うの 絶対なんだよ。同級生とかだったらわかるけど、なんでそんな強弁できるの どう考えても俺の方が情報量を持ってると思うんだけど。あとやっぱりネットの情報当てにならないなっていうのが、ダンカンは極悪非道まとめとかあるじゃん。あれってダンカンさんが本当にやったことも本当もあるのよ。だけど、たけしさんがやったことがダンカンさんのせいになってることとかも多いの。だからやっぱネットって便所の落書きだなっていう。いや、雑誌とかのコピペをしてるだけだから、あ、噂話なんだなっていうのがよくわかる。だからバター健太郎のこととかも、なんか、ああだこうだ言ってさ、キャラをさ、なんかそんな役回りになってるけど、全然実際は違うんだよね。いや、だから、まあ、要は噂話に過ぎないんだよね。ダンカンさん、めちゃめちゃいい人っていうよりもね、本当に気違いっていうか、本当にぶん殴ったりするのは本当なの。本当のところは本当なの。今、もう丸くなっちゃってるから殴ったりしないんだけど、本当に北郷さんとか殴られて育ったのは本当なのよ。だけど、めちゃめちゃ人情派で、めちゃめちゃ誤解受けやすい人なの、あの人って。
奥さんがんなの劇団の女と浮気してたのはガチでしょ。あ、どうなんだろうね。俺はそこは突っ込んでないね。うん。つまみ枝豆さんはマジでやばい。うん。それはマジ。キングマンさん、それはマジ。それはマジです。はい。何が嘘か何が本当かって会ってみないと分かんないよ。枝豆さんが社長でダンカンさんが専務だね今。うん、まあ昔から有名っすね。それは本当っすね。それは本当ですね。あの、数々の伝説があるからね、枝豆さんは。まあ特殊だよね。そもそもさ、だってそのたけし軍団っていうのはクリーンな団体じゃなくてさ、もうしっちゃかめっちゃかなのが売りなわけじゃん。だからさ、今さらさ、なんかさ、そのダンカンさんにさ、クリーンさを求めてるとかさ、北郷さんにクリーンなところを求めてるのが、俺はなんか逆に知らない世代なんだなと思う。もう40代50代とかさ、たけし軍団を知ってる人からしたらさ、いやいや、そのダークヒーローなわけじゃん、完全にたけし軍団って。だからなんか温度差は感じるよね。なんかそのあのたけし軍団を知らない世代とたけし軍団を知ってる世代のギャップがすごくて面白いよね。だから40代とか30代後半、まあ40歳から上の人たちはもう大絶賛してる感じがするね。もうあの和道よくやったとか、和道風穴開けたとか、すごいそのよく言ってくれるのは40代より上だから、そのダンガンさんどんな人とかさ、俺本当にたけしさんのファンなんだよとか、あのもう要は羨ましいとか、お前配信会よくねやってくれたよとか言ってくれるのは40代以上だね。うん、あ、マジでやっちゃうから。そう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 、フライデー事件とかが有名だね。初見さんいらっしゃい。うん、だからあれだよね、世代的に言ったら博士がフライデー事件を経験してないんだっけ。博士はその後だよね。うん、自分がたけし軍団に入ってるような言い草だな。いや入ってないけど、別にそんなポジションから語ってないよ俺。自分のことは自分がよく分かってる。だって実際そういうレターが来るんだから。昔のダンカンさんならどれさん殴ってたかな。どうなんだろうね、うん、どうなんだろうね、わかんない。でもダンカンさん、すごいのはお笑いに対するもう笑い取ることしか考えてないね、うん、今回のこともどうやったらネット民笑わせるかっていう質問ばっかりだったよ。ネット民がどういう人でどういう笑いが好きでとか質問攻めだった。ああ、こんなに笑いに貪欲なんだみたいな。もう笑いの話しか出てこないの打ち上げで、うん、バキュームカー買ったっていう話はねすごいよね、うん、要はあれでしょ、あの汲み取り式のあのね回収車のことでしょ。1600万っつったもん。その前にドレさんとダンカンさんが師弟関係じゃないだろう。じゃないよ。それはドレさんに言ってくんない。俺がやったことじゃないから、それドレさんに聞くべきなんじゃないの。タケ、俺に聞いて、俺はドレさんがやった行動に責任なんか持てないよ。ドレさんが勝手にやった行動だから、うん、だからドレさんのことはドレさんに聞くべきだよ。それをどう思ったかは話すことができるけど、ドレさんは株下げたな本当に。
ていうか、もともといいファンが減ると思う。もともといたいいファンがいなくなって、なんかもうクソみてえなネット民が、なんかこう、ドレさんを支持するっていう構造になると思う。風雲たけし城とか、たけしのスポーツ大賞とか面白かったです。あ、じゃあもうそれ、バリバリあれだね。ダンカンさんが構成作家で入ってる世代のね。出演もして面白いおっちゃんたちいっぱいでした。あ、ありがとうございます、コッコさん。もしよかったら僕のこともフォローしてください。たけしは俺が面倒を見るって言ったら、義太夫が糖尿で仕事なくても見捨てないってのはすごい。よっさんの影響だろうね、あれはね。だって、たけさん、俺にドレさんのこと聞かれたって、俺は感想しか言えないよ。なんでああいうことやったのかを知ってんのはドレさんだけだから。あ、団子さん、生粋のタイガースファンなんだ。だから、どれに無視されたから俺に聞かれても、俺はドレさんじゃないから、なんでああいう行動をしたのか知らないよ。だから、俺の目線では語れるよ。ドレふざけんなしか言いようがないよ。ドレバカ野郎だよ。深夜食堂バカ野郎でしょ。ただただ。まあ、よっぽど面白いことやってくれるんだろうね。あんだけさ、あんだけ言ってくれたんだから、あんだけダンカンさんに噛みついたんだから、よっぽどダンカンさんより面白いんだろうね。楽しみじゃねえ、みんな。どんなネタに仕上げてくれるんだろう。ねえ。あんだけ啖呵切って、あんだけ俺の方が稼いでる、お前のよりも面白い。さて、ダンカン塾でどんなネタかましてくれるんだろう。もう楽しみでしょうがないよ、俺は。はい、おはよう。ねえ、みんな期待大でしょ。これでまさか尻尾巻いて逃げるなんてないぞ。まあ、昔だったら喧嘩でしょうね。昔だったら大喧嘩だろうね。まあ、どう出てくるのか。どれの深夜食堂に期待だな。昨日もずっと男感塾ディスってた。男らしく断ればじゃなくてエントリーすんなって話でしょ。アイテムありがとう。みんなもしよかったらアイテムお願いします。なんかね、ネットが止まっちゃって、外配信用のやつ2万円かかるんだ。もしよかったら、ご支援よろしくお願いします。金ないからダム企画は無理って言ってました。もうじゃあ他の企画やりゃいいんじゃん。お疲れ、バレニオ。お疲れ、お疲れ。いや、よくないよ、全然。全然よくないよ、ボロンジ。まあね、真面目にやってる人は好感度上がったけどね。お疲れ、お疲れ。まあ、楽しみだよ。あそこまで啖呵切ったんだから、よっぽど面白いんだろうね。プロの芸人さんに喧嘩売ったってことはね、よっぽど笑わせてくれんだから。期待してるよ、俺は。まさか口だけで終わんないよね。まあ、そうだろうね。だから、逃げの発想なんだろうね。俺は受からないっていう疑心暗鬼になってるわけじゃん。他の配信者は逆に？どうなんだろうね。わかんないけど。ていうか、あそこは別に噛みつく場じゃないと思ってるから。そういうのは求めてないから。そう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 。やけっぱちになってる感じはした。どうせ受かんないなら爪痕残そうみたいな。でもさ、それってさ、修学旅行でさ、大仏に落書きするのと同じだからね。中学生じゃないんだから。の、じゃあ、ネルさんはただ滑っただけ。ご存知。ネルさんはただ滑っただけ。いつもの通常運転のネルさんだから。普通につまんなかったのがネルさん。アルカイダみたいなやつだな、ほんと、どれの深夜食堂は。
みんなの個性が死んでた。そう？なんか緊張して上がってただけだと思ってるけど、俺はでもこれから良くなってくると思うよ。だんだん人間関係ができて、そのためにオーディションとか段階踏んでんの。要はあの5人はビッタビタになるから、ダンカンさんと。いや大仏に落書きと全く同じでしょ、で、あ、それをすげえすげえってよくやったって言ってるのはヤンキーでしょ、子供でしょ。大人があれを面白かったって言ってるのは、俺は大人とか普通に社会生活してる人で、普通にただ落書きして騒いでるだけなんバカだなってことでしょ。落書き消しに行った方がいいんじゃないのっていう、あ、辞退するって言ってんだ、逃げんだね勝ったとか言ってるからね。本来の価値は俺はリスナーさんを笑わせることだと思ってるから、素直かどうかは評価対象じゃないよ。普通に笑うかどうかだね。ダンカンさんは子供の頃にお会いしたんですけど、たけし軍団のなんというか応援したくなります。ダンカンさん構成されてたんですね。そう、ダンカンさんは構成作家っすね。はい、ダンカンさんは構成作家です。バリバリの、要は裏方気質な人なんですよ。要はたけしさんのお笑いの台本書いてた人です。あ、俺はね、一番大事なのはコミュニケーションだと思ってて、心がいつつながるのか。ダンカンさんって実はすっごいハートフルな人で、怒りっぽいだけじゃなくて涙もろいところもあんの。だからなんかこう、多分あとね、知らないおじさんとか気に入ったら家とかに連れ込んで飲む人なのよ。だから家の中にずっと知らないおじさんがいるみたいな生活なのね。だからワンチャンね、たけし軍団受かったメンバーとかね、ダンガさんの家とか呼ばれると思うよ俺、気に入られたら。まあまあ頑張る頑張る。ありがとうバーガー、ありがとう。いいよいいよいいよ、みんなも大変だから、お金に余裕のある人だけで大丈夫なんで、謝らないで。本当にありがとうね、ペコポランド。まあ老害だったよねザ老害、あれを老害と言うんだなって。俺ドレさんにこんなこと言わないでしょ普段。俺はね、老害だと思った台本なしで。台本あったよ一応、ここにあるけど、ここに台本あるよ。これが台本、これが台本ですよ。でも大したことって書かれてないよ、台本って言っても。だからほぼアドリブだよ。これが台本ってやつよ、今回の台本。まあ段取りだよ、段取りと、まあその一言ポイントみたいな、ポイントポイントだけだよ。ダンカンさんは裏方っていうか構成作家で有名。要は黄金時代のたけしさんのコント番組とかの全部のもうたけしさんのもう一番の構成作家で有名な。で、アルさんは今構成やってる。だから実はアルさんもダンカンさんもたけしさんにもう側近、要はこいつのネタで勝負するっていうか、そのこいつネタ書かせたら面白いって認められた人の2人なの。アル北郷さんは未だに構成作家やってる。要は自分がメインに出るよりも、そのなんつうんだろう、たけしさんのバックアップっていうか、ネタの本ちゃんの方を支えてる人だよ。技術屋さんだよね、職人さんっていうか。もちろんタレントとしても活動してるけど、ある北郷さんなんか懐刀って言われてるぐらいだからね。今のもうここ何年かのたけしさんのね、ずっと構成をやってるわけだから。
構成作家儲かるらしい。いいな。まあまあ、スタッフさんの番組制作側とタレントの間に入ってっていう、すごく難しい役割の人たち。だからスタッフさんからの信頼もないといけないし、タレント側からのね、信頼もないといけないから、中間管理職みたいな感じだよね。現場を支えてるっていうか、はい、実務でしょ、完全に。裏方だけど実務、バリバリの。鈴木おさむとか、俺はほら松本人志だったから、高須さんとか、放送室の高須さんね。あと誰がいるかな。テリー伊藤はディレクターなんだっけ。テリー伊藤はトップだよね。要は運営側だよね。だから裏方でも売れる人いるからね。表にも出れる人いるから。あと誰いる？高須さん、鈴木おさむさん、まあね、名だたる裏方いっぱいいるよね。木村祐一って誰だろう？キム兄のこと。あとバカリズムも裏方結構やってるよね。バカリズムはドラマの構成とかもやってるから、バカリズムは実は裏方でも優秀なんだよ。博士は昔、たけしの悪口言ってた。マジで殺し屋に狙われた？へえ。あ、キム兄、構成もやってるんだ。へえ、知らんかった。キム兄、演者の方が映えるよと思うけどな。構成もやってんだね。だからまあ、俺がさ、ほら、生き残っていくためには、その、配信者兼裏方もできるようになるっていうシフトを置いたってことは、だから構成側も今勉強してるんだよ。こういう台本の書き方とか。あ、劇団ひとりね。そう。俺だからね、バカリズムとか劇団ひとりとか好きだから、高須さんも好きだし、多分ね、そういう裏方、まあ、松本人志もね、構成絶対やるからね。番組作る側の、トップやるから、松本人志はそれで有名なんだよね。タレントだけじゃなくて、ネタ全然書くっていう。あ、わかんない、高田さんは。俺が年齢的にわかんないんですよ、たけし軍団のこと。ああ、そうなんだ。ああ。まあ、男官職言うほど悪いかな。なんか俺はそんなに悪くないような気はするんだけどな。どうなんだろう。言うほど悪い番組か？構成作家。妻には大本命だからね。オールナイトニッポンに誘ったのが高田。フォローありがとう。ありがとう、ありがとう。ツイッターもフォローして。ツイッターアカウント持ってるかな。俺の放送ツイッターの話題よくやるから、ツイッターもフォローしてくれると、ネタ、あ、この話してんだなっていうのが分かりやすい。配信者の悪いイメージをなくせはしないと思う。薄めることができるチャンス。いや、俺はね、配信者は別に悪くていいと思ってんの。
全然悪くて、イメージアップは図ろうとしてない。ただ、埋もれてるわけじゃん。まだまだ一般市民権は得てないから、なんかこれをきっかけに芸能人とも対等に呼ばれるぐらいにはまだならないかもしれないけど、最終的には対等に呼ばれるように、普通にダンカンさん、北郷さんの間にみどりさんとか石川紀之とか入ってておかしくないように頑張りたい。で、俺らが40代50年代、要は20年後とか10年後とか考えたら、テレビのタレント食うっていうのが俺の考え方だから、 YouTuber とか配信者が、要は今の、要は一流芸能人たちと一緒の座組になるっていうのが俺の読みなの。そうなる布石を打っておきたいの、俺は。フォローありがとう。Twitter と YouTube もフォローしてください。YouTube もアカウントあるんで。ワドちゃんの数ヶ月の苦労を想像するべきでしょうね。いや、いいんだよ。別に。いいの、いいの。俺は苦労して当たり前のポジションだから。ただね、なんか、ワドが入り込んだとか、ワドがうまく取り入ったみたいなこと言うけど、俺は本気で、なんつうの、人間関係築いてきたし、配信に映らないところで、見えないところで、一生懸命やってきたし、それをね、なんか、一丁噛みしたみたいな言い方は違うんじゃないのって。一丁噛みしてんのはお前らの方なんじゃないのっていう。それは腹立つよ。誰がどう見てもそうでしょ、冷静に考えたら。俺が美味しいところ撮ったじゃなくて、美味しいところがあるのを配信者になるように一生懸命頑張ってきたわけよ。一丁噛みしてんのはどっちだよっていうのは俺は言いたいよ。うん。それを言うんだったら。で、もし協力してくれる、力貸してくれるっていう演者、要は配信者の人たちはもう全力でサポートするし。うん。初見さんどうも。ツイキャスはやんない俺。ツイッターと YouTube だけ。だ3点、俺の3点セットはふわっち、YouTube、Twitter の3点。ツイキャスはやんない。俺ツイキャス嫌いなんだ。普通の感性を持っていれば自分勝手な怒り任せてしまうのではなく。まあまあまあ、だから周り、自分の都合で動いたんでしょ。自分勝手だったよね、ドレさんは。うん。自分が美味しければそれでいいって人なんでしょ。そう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 、人の苦労に文句つけ、ケチつけるんだったら自分でやれよっていう。カメラマン用意して、ね。音声さん用意して、照明さん用意して、カメラ5台だから5人分用意して、ね。その当日に。で、オフィス来たのにアポ取って。TN5 にアポ取って、ギャラ払って、スタジオ借りて、演者25人集めて、自分でやってみろよ、バカ野郎。うん、そう思わない？ツイキャスはね、嫌いなのはね、子供が多いから。俺、子供相手にしないから。うん、いらない、ガキは。俺は、おっさんとおばさんにとことん愛されてるから、35歳以上の、俺のリスナーさんって。キッズ多いでしょ。子供みたいなことやりたくないから。俺はおっさんとおばさんが面白いね、味があるねって、ああいいねっていうのが好きなの。ガキ嫌いなの、ガキが。だからみんなの年齢書いて、みんな年齢何十代か書いて。年齢すごい高いよ、ここの年齢層は。そのガキに向けて笑いやったらもう終わりだ、一発屋だよそんなもん。俺は自分よりちょっと先輩ぐらいの年齢に評価される。48でしょ、うち年齢層高いから。32歳ちょっと若いね。50代でしょ、ほら、うちは4、50代に支持されてんの。あー、32歳若いっすね。うん、でしょ、50代多いでしょ、46でしょ。これが和道の。だからね、キッズ受けは一切しないよ、俺の放送は。でしょ、高いでしょ、年齢層、年齢層。うん、だから弟みたいに見てくれるんだよね、俺のこと。かわいいワド、頑張れワド。うん、俺リスナーが俺のこと育ててるから。だからみんなのポケモンだよ俺は。でしょ、みんな年齢高いでしょ。まあまあ、でも30代以下のね、33とか俺より年齢下の人もだんだん支持がね、集まってきてありがたいよね。なんでかっていうとね、要はね、40代、30代、40代、50代のおっさんとかおばさんって見る目が超えてるの。
要はもう若い時に、20代の時に、要はアイドルみたいなのとか、一発屋みたいなので笑ってきたから、笑いにうるさいんだよ。だから、この人たちの評価されるのは一番難しい。目が肥えてるから。そうだろう？そう。だから、スルメ。この放送は。スルメ。もうね、いいの。もう炭酸飲料水とかいらないの。唐揚げとかも胃がもたれるの。スルメですよ。もう噛んでうまいなーって。カキピーとかスルメみたいな放送やりたいの。一家臭い放送やりたいのよ。ずーっと噛んでられるわーって。だからみんなスルメ噛んでんだから、俺の放送見ながら、焼酎飲みながら。そうそうそう。もうなんかその、なんだ、なんか子供しょんべん臭いのはもうガキどもはツイキャスでやってろって感じだよ。俺らはそういうのいらないんだよって。いらないいらない。ずっとスルメ噛んでればいいんだよ、俺らは。まあ、多分、その今の10代、20代が俺のことディスってるけど、年取ったらわかると思うよ。え、ワドっていい番組やってたねって。俺ら、だからタモリクラブとかわかんなかったもん、俺子供の頃も。空耳アワーぐらいしか楽しくなかったけど、最近タモリクラブ楽しいもんね。っていうか、みんな T シャツどうした？ T シャツ買わないのか、みんな。在庫だらけだよ。T シャツ買う人いる？みんな買った？和同 T シャツ。在庫が大変だから。ちょっと物販も協力してよ。高木ブーとかお前ライバルじゃねえか。お前こっちは竹志側じゃん、ボケ。消えろ。何が高木ブーだよ、この野郎。ふざけんじゃねえよ。消えろ。俺は根に持ってるからな。敵だよ、敵。せめてお前、たけし軍団アカウントに変えてこいよ。あるんだよ、こっちには。事情が、大人の事情が。なんだ、てめえ意識してんのか？弾丸塾。ブラタモリとか面白いよね。ああ、ビートたけしのデビューから見てるとか、そういう感じなんだ。そうそうそう。くすっと笑うのとか、じわじわ来る笑いとかが面白くなるよね。じわるが一番面白い。テレビあんま見ないね、俺。持ってないし、もう7年ぐらい見てないかな。でもテレビっ子だったよ、俺は。テレビかじりつくように見てたね。今のテレビは面白くない。年寄り向けに作ってるから、60代、70代向けに作ってる番組は、まあ微妙かな、俺の中では。全然面白くない。ちょっと早すぎるよね、たけしさんのね。ちょっとスピードが速すぎる。わあ、嬉しい。 T シャツありがとう。おはよう。原付で転んでから喋れなくなった。まあまあしょうがないでしょ、年齢的な。ドレさん見てたけど切れてたから。からな。ドレさん見てたけど切れてたから。まあ、ドレさんのあの態度は俺はないと思ってるね。ドレさん好きだけど、
知り合いだし、知り合いだからこそ許せねえよっていう。俺はもう今回のことはもう全然ディスっていい案件だと思ってるね。普通にふざけんなって言ってるよ。あれは許せねえよ。いや、なんかダンカンさんに対するあれでしょ？別に俺に対してとかじゃないじゃん。ちょっと待って、 T シャツ注文来たから待ってて。 M サイズ何枚あったっけな。 XXL、 XXL、 トリプル X、 トリプル X。もう M ねえや。もう M ない。なんだ、またなんとかロックかかってん。カプスロックってどうやって外すんだっけ？うぜえな、これ。カプスロックってどうやって外すんだ？コントロール？カプスロックの外し方わかる？これほんとうぜえんだけど。ドラクエ、そうそう、ドラクエフィギュア、そう、竜王と、さまよう鎧、キラーマシーン、スライムとかいっぱいあるね。カプスロックボタンが、どうやってやんだろう？どうやって外すんだろう？これ。いつもかかっちゃうんだよね。カプスロックってどうやって外すんだ？マックじゃない、 Windows。 Windows のカプスロック。なんかショートカットでね、起動しちゃうんだよね。
シフトカプス、ありがとう。シフトカプス。外れた、ありがとう。サンキュー。シフトカプスだ。ありがとうございます。Tシャツ何枚だ。どれさんがめくれた？何がめくれたの？何にもめくれてないけど。ていうかどれさん一人相撲取りすぎじゃない？もうなんか統合失調症が出てるようにしか聞こえないんだけど。何がめくれたの？具体的に言って何がめくれたの？何にもめくれてないけど。だからダンカンさんの何がめくれたっつってんの？何にもめくれてないよ。具体的に言って何がめくれたの？むしろドレさんのアラがめくれまくってて、もう失笑レベルだから、こっちは。何にもめくれてないです。具体的に何がめくれたんすか。ほら出てこねえだろ、だから言いがかりつけてるだけなんだって。だってダンカンさんに会ったこともなければ何にもないんだから。なんかある？言いがかりも根も葉もないこと言いがかりつけてるだけなんだよ。もうネット民を絵に描いたような男だからね。雑談たぬきでも見て情報を探してるぐらいしかできないんだ。何にもないよ。行き先のない駅、何言ってるか全然わかんない何言ってるか全然わかんない。何行き先のない駅って、なんか小説のタイトルかなんか。何の話じゃ、何の話。今日何曜日だ。今日は木曜日か、はい、わどつー、ケンタンメン、おはよう。木曜日か。赤似合う？ありがとう。でもね、俺ね、ちょっとね、
アウトレイジ出演させろ病気が出てた、病気が俳優にでもなればいい、俳優やればいいよ、ぷっぷくぷーだよ。よく分かんなかったよね。アウトレイジ出るわけないじゃんね。配信者のコレコレや石川が有名って言っても一般的に知られてないのが事実。もっとみんなに知ってもらいたい。そうっすね、まさにそうっすね。本当にそればっかりっすよ、あの考えてることは間違いないっす間違いないですね。なんか間違えちゃったんだろうね。アウトレイジの俳優募集か何かと間違えちゃったんだろうね。なんかね、来る場所間違えちゃったちょっと面白い、うん、ね、髪の毛でもね、赤やめようかなとか思ってんだよね、ちょっとね。まあまあ、なんかね、変わったよね、変わった、確かに。人は変わるんだよ。おはよう。難関塾見てたけど二次審査落ちてよかった。お、書類選考落ちちゃったからね愛子ちゃんね、お疲れお疲れ。あれはネタって言わないよ。あれがネタって言うんだったら弱すぎるよ。ネタっていうのはもっと作り込まれたものだから、うん、いや、いるいる、全然いるよ。若手の芸人さんより面白い配信者は絶対いるんだよ。それを広めるための俺は企画だと思ってるから。そう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 、本当にそうだよ。絶対いると俺もそう思ってる、うん、一次審査は愛子さんはエントリーしてるよ。で、一次審査に落ちてるの、書類選考に落ちてるのが愛子さんで、二次審査には行けてないでしょ。俺はね、赤しか入れてない、黒。シルバーも何回かやったな。シルバーも何回かやった。ああ、本当だね。本当に、あのダンカンさんと北郷さんが大人で助かったって感じですね。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。そうだよね。愛子さん分かってたよね。っていうか、ドレさんを呼ぶぐらいだったら愛子さん受かった方が良かったな。本当な。そう思わない。ドレさんだったら愛子さんの方が全然良かったよ、うん、
でもまあ愛子さんもね、行かなくてよかったって言ってるから、この配信を知ってみて配信ですが、以前はどなたも知らなかった人ばっかりでした。今は楽しくて閲覧してますが、若者顔になっている方を見ると残念になります。まあね、ダメだよね。謙虚さ大事だよね。ずうずうしさも大事だけど、それは内側に秘めるもんだと思ってる。ずうずうしさとか、自我みたいな。別に強くて構わないけど。人様のおかげで今の自分があるんだっていう感覚を忘れたら、俺は人として終わりだと思ってるね。で、そういう人は長い目で見たら消えてくよ。実際配信会でも消えてったし、そういう俺が俺が俺がっていう人は。俺が俺がはやっぱ、ダメだよね。人のため、人のためだよ。ドレさん、富士そば登るみたいだけど、行き先間違えて樹海でさまよえ。言うな。俺はそこまで言わないよ そこまで言うか ちょっと面白い。それ そこまで言えないから タバコの宣伝ブロック対象ですよ。消してください。タバコの宣伝いりません。ブロック対象です。消してください。他の配信興味ないです、ここのリスナーさんは。次の審査、まず今回の収録したやつっていうのが、生放送バージョン上がってるけど、編集バージョンが上がるのね。プラス、それが今月のメインのコンテンツで、来月以降じゃない。で、そっから先審査が受かったら、もうすごい加速度的に進んでいくと思うよ。あれがあるから。なんだ、今度5人の本ちゃんの番組があるから。こっから先は収録だね。いや、それはさすがに樹海でさまよいまではいいとは思ってないよ。どういう経緯でスタッフになったの？前からもう半年以上前から付き合いがある、その制作会社の、社長さんとお茶飲んでたり勉強とかさせてもらってて。で、番組がスタートするときに、素人使って、ダンカンさんと番組やるってなったときに、俺が配信者使ってくださいってプッシュしたの。で、そしたらスタッフに呼んでもらえたのね。だからもともと、俺のリスナーさんで、そういう映像関係の人がいたっていう感じかな。だからリスナーさんと俺は最初会ったときは映像関係の人だと知らなくてお茶しませんかって言われて、で、当日会ったら名刺、ね、会った時に、あ、こうこうこうで実はこういう会社やってますってことで、よくしてもらってたのよ。1ヶ月に1回とかお茶飲んでたかな。
で、まあ、弾丸塾始まったからもう週1とかで会ってて、もともと、なんだっけな、やっぱり配信見てるらしいよ。うん、ふわっちとか、なんでお金儲かってんのか意味わかんないってなって。電通ではない。電通とかは、制作とは関係ない。広告とかとの兼ね合いだから。電通は。制作会社の、映像制作の会社の社長さん。電通は、全然サイバーエージェントとかの仕事やってるよ。多分。もっとでかいよ。広告案件とか企業案件とかそういうのやってるから。そんなでかいレベルで仕事来るわけないじゃん。電通から来たらもうすごいことになるよ。この人ブロックだな。芸能人見てるね。モデルさんとかもいるし。だからなんでこんな世界的に活躍してる人が俺の放送を見てんだろうってなるよね。社長さんとかも多いし、上場企業の役員さんとか全然いるよ。なんか若い頃思い出すんだって。夢を追っかけてた若い頃を配信者見てると思い出すって。スポンサーさん、いやだから花火もらってるよ全然。まあでもほら見てる人は、ほらネットはさ、現実を一個人として見てるから、やっぱり会社のさ、看板仕事でやってるわけだから無理よ。それは会社の名前使ってスポンサーとか無理無理無理。まだそこまで俺らが強くなってない。だから個人的にみんなが普通に「ありがとう、おはよう」こういう感じよ。花火、グレート花火ありがとう、ありがとうございます、おはようございます。テロップに書いとこう。ちょっと今きついんだよね。アイテムありがとうございます。なんか俺としてはまあ個人で自分が推してる人をさ、なんかこう支えられるっていうのが配信の醍醐味だと思ってるから、だからそれでいいんじゃないの。ありがとうございます、いつもアイテム。個人スポンサーでいいと思うよ。ありがとうございます。もう一丁、グレート花火ありがとうございます。いえいえ、すげえ。匿名さんありがとう。サンキューです、匿名さん。ありがとうございます。やった、Wi-Fi がつながるよ、これで。外配信ね。一応ね、3ヶ月、捨て頃の前に、3ヶ月前にね、契約したんだけど、もう切れちゃって、3ヶ月で2万円ぐらいかかるのね、税込み。6000円の1万8000円のプラス税で、約2万いかないぐらい。で、スタンド倒しちゃったから、スタンド5000円のやつまた買わないといけないんだよね。今ね、ちょっと2万5000円欲しい。
ありがとう、相手もありがとう。捨て頃は悔しかったな。捨て頃はね、なんでこうギリギリ勝てないんだ、ギリギリ勝てないっつうか、まあまあしょうねえよな、これは俺が弱えからだっていう。今回いけると思ったんだけどな。ダウン取られた時はもう序盤に取られたかんね、一発目のオープニングで。開始10秒ぐらいだった、開始10秒20秒だったよね。確かにダメージはバーンって入って効いたけど、もうそれよりもポイント取り返さないとっていう、ダウン取り返してイーブンにしないとっていうのがすげえね悔しかった。あ、やばいっていう、1本取られたと思って。いやいや、その後にスタンディングダウン取られてるから、結局2対0でもう完全に負けたの、もう完敗なんだよあれ。言い訳ができないぐらいの。スタンディングダウンは聞いてなかったんだけど、亀の時間が長すぎて最後の右ストレート審判に入れちゃったの俺。まあしょうがないよね、あれもう少し早くね右ストレート出してれば止めらんなかったんだけど、いや回復するまでちょっとこう耐えたんだよね。あのスタンディングダウンは聞いてはいなかったの。ただちょっと俺も長かったから、あれは経験だよな。悔しいよ。まあ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 ね、強かったね。直樹兄さん強かったよ。あ、まあまあそうだな、よくよく考えたらね、体重10キロぐらい差があって身長180のやつと殴り合ってもね、まあいけるようになったんだからね、強くはなったかもしんないね確かに前と比べたら。まあ練習してなかった頃のね2年前の自分と考えると、まあ確実に強くはなってるな、そう考えると。うん、俺は泣かないよ、俺は絶対泣いてないよ、それは間違いです、誰かと間違えた。俺は泣かないから、サイコパスだから、涙なんか流さないです僕は。分かった、それは誰かと間違えてる、俺じゃない、俺は泣かない。冷徹非道、極悪非道の和道だから。うわすげー、大花火ファンタスティックありがとうすげーマジでありがとうございます、すげーすげーすげー、匿名さんありがとう。よっしゃ、あと1万でなんとかなる、ありがとうございます、ありがとう、みんなもアイテムよろしくです。あと1万円だ、助かるな。よいしょ、ありがとう匿名さん、すげえ。マイナス評価は聞いてない、負けは負けだよ、楽屋で泣かないですよ、やめてください、僕はそういう熱い男ではないんで。笑ってましたね、はい、笑ってました、僕は、僕は泣かないですよ、うん、やめて、キャラ崩壊するからやめてください。そういうのはね10代の時に卒業したんだよ。ああ、もうこれからも絡んで、ぜひ。ここは居心地いいですよ。まったりやってますんで。年上のね、おじさん、おばさん、お兄ちゃん、お姉ちゃんとかに可愛がられてる。俺にとってはね。まったり、私生活を垂れ流してますよ。泣いてて途中からしか見てないって言った、うん、
助かる、ありがとうございます。ファンタスティックな大花火ありがとうございます。匿名さんありがとう、ありがとうございます、ご支援ありがとう。ああ、ありがとう、25,000円ありがとう、ありがとう、助かりました。これで Wi-Fi と今日Wi-Fi つなげますんで、ありがとうございます。よかったっす、ありがとう。通常バージョンに戻させていただきます、ありがとうございます、助かりました。スマホスタンドとWi-Fi 代に、機材代にさせていただきます、ありがとう。ドンチキドンチキー、サンキュー、ありがとう、助かります、ありがとう。いやー嬉しいな、サンキュー、助かります。匿名さん、今ね T シャツの輸送します。今ねちょうど 1,2,3 枚かな、今日3枚売れました。M サイズがなくなりましたね。あとは S が1枚と L が余ってます。L と XXL と 3XL かな。でかいサイズが余ってますんで、ぜひね、買ってください。M なくなったね。うん、早め早めで。だからやっぱり M が普通に履けるじゃん。なんかみんな大きいサイズ大きいサイズって言ってたのに、結果ね、自分の計算した通りでやればよかった。もう M 全部ない、 S か L。 でもね、みーすけ S 入ると思うよ、サイズ的に S で全然いいと思う。まあダボッとブカブカ着るなら L。 うん、いや、サイトじゃない、 LINE で売ってる。うん、 LINE で販売してるよ。 LINE か DM かな。まあ LINE だな、一番いいのは。リアルタイムですぐパッと読めるから。 LINE がありがたいですね。ふざけんなよっつって、ふざけんなよって言われても、え、取り置きお願いした、後で LINE ちょうだい。いや、俺の性格知ってるでしょ、もう売れたもん勝ちだよこんなもん。俺のサイズは L かな、あれ俺 L だっけな。値段は XL までは5,000円で、2X3XL っていうその特大サイズは500円増し、T シャツの値段が500円上がっちゃうから、XL までは一緒、 S から XL までは5,000円。もうこれはしょうがない。 M がどうしても欲しかったら M 再販する？ M 再販してもいいよ。どうする、みーすけ、ちょっと時間1ヶ月間ぐらいかかっていいなら再販でもいいですよ。お、入金できた。オッケーオッケー。連絡しよう。なんだこれ。L でもいい？ OK OK。 俺ミースケ S 入ると思うけどな、全然 S いけると思うよ、全然いけると思う。俺が着てんの L じゃなかったかな、試合で着たやつ。
あれは S だよ。俺、あ、S じゃない。俺が着たのは L。でも、脇側っていうかもう汗臭いよ。汗臭い。俺のやつは。おい、イソロクさんいらっしゃい。なんかイソロクさんあれだね、男官職についてっていろいろ言ってたね。自枠やってたね。うん。お、バックレ野郎が来たよ。なんでお前来なかったの？バカだろお前。なんで来なかったの？もったいね。卵味噌。普通に出ればよかったのに。何？旅費がたまらなかったの？バカだよな、本当に。もう二度と使わないから、お前のこと。たまらなかったっつうか、親から借りたりとかさ、今までの花火とか貯めておかない、要は企画に金使わないでさ、自分の私利私欲に使ってたら仕事になんないよ。そうやってみんなチャンスを逃してくんだよ。みんな金がない中でどうにか工面してやってんのに。もったいねえよな、そういうとこだよな。いろいろ思うところが、あ、全然全然言ってください、直接。僕は全然気にしないんで。張ってでも行けって感じだよね。本当だよね。まあ支援者いなくなるわな、こいつは。要はそこでさ、面白いことやったらまた花火上がったりすんのに、配信のこと分かってねえんだよ。和道には何も反論できないから、できない、残念ながら。そりゃそうでしょ。だって普通のこと言ってるもん。だってリスナーさんがさ、今まで応援してた人が晴れ舞台だって言ってんのにさ、もうダンカンさんがあんだけ美味しくさ、いじってくれてさ、期待されてたのに、こいつはクズだねーって言ってさ、美味しかったのに。バカだよなー。まあまあ、まあ一生仮装でいいんじゃない？本人も言ってたけど、俺コメント打ったんだよ、お前の匿名枠で。そしたら俺は一生仮装でいいんだって言ってたから、まあ自分の言った言霊は返ってくるよ。お前は一生もう仮装だよ。そういうやついっぱい見てきたもん。柏木とかも来なかったじゃん、結局。だから、なんつうのかな。結局ね、ダメなんだよ。そういうことよ。中堅止まりとか過疎止まりなのには理由がある。まだドレさんの方がマシ。
君はお話になりません。僕の中で君のことはもう配信者じゃなくてリスナーとして扱います。あのポチエムとかと一緒ねえ。柏木見たかったね。期待してた俺がバカだった。まあ、だからね、配信者も才能じゃないんだよ。才能があるやつもいっぱいいるんだけど、結局行動なんだよね。才能がない俺みたいなやつでそこそこ有名になれるんだもん。いいキャラしてんのにもったいねえよな。エミさんの言葉を思い出すね。才能のあるやつはみんなやめてくって。好きなやつだけ残る。配信難しいよね。テクニカルだし、あの結構根性座ってないとやっぱできないよね。初見さんいらっしゃい。この人はサイズ何だったかな。一体何をか、ああ自信があるように見えるかな。なんだろう、別に俺は普通に今まで通りやってるような感覚なんだけど、自信あるように見えるんだ。もう分かんない。まあ言われて嬉しいわ、ありがとう。なんだろうな、特に普通なんだけど、俺の中ではやっぱりあれじゃん、動いてるからじゃん。もう本当に寝る間もなく動いてて、配信やってない日とかあるじゃん。でも一日本当に5時間6時間ミーティングとか人間関係作ったりとか、まあ練習したりとか動いてはいるの。本当寝れてなかった日々で、やっと落ち着いたのね。あのまあこっからまた忙しくなるんだろうけど、まあ、普通に動いてるからじゃないかな。行動してるからじゃん。わかんない、俺は別に普通にやってる感覚だけど。あ、部屋汚いんだよね。うん、僕も時間あればいろいろやりたいことある。時間があればやりたいことあるっていうのはね、俺ダメだと思う。イソロクさん、時間は作るもんでしょ。みんな忙しいよ。だから他のことを優先してるわけじゃん、イソロクさんの中で。だからそっちが本業なわけだから、それでいいんじゃない。だからその配信よりも優先してることがあるんだから、イソロクさん事業ね、社長っていうか個人事業主だから、それでいいんだと思うよ別に。イソロクさん別に俺普通にいい生き方してると思ってるから、よいしょ、これにしよう。僕のリスナーさん覚えておいてね。シワがすごいですけど、これは新品ですよ。ただシワがいっぱい入ってるのはこれがいいんですから。これが一つ一つ違うシワが入ってるのが普通のショップと僕の T シャツの違いね。これ新品で臭くないよ。ただシワとかホコリは俺の部屋の中で、そういう管理、特殊な管理、ヴィンテージ感出すための。だから覚えといて。
シワが入ってるんですけどとかやめてくださいね。そういう演出なんで、これ。そういう T シャツなんで。逆にこのシワを作るの大変なんだから、新品なのに。うちはそういうお店ですからね。それを踏まえた上で買ってくださいね。いいわーって、このシワいいわーって、一点物だわって覚えといて、それも含めて和道ブランドを楽しんでね。雑だわーとか、梱包雑だわーとか、あの予算かかるんでビニールとかに入れないですから僕。わかった、よし、よいしょよいしょ、 LL ね。いや俺イソロクさんいい生き方してると思うよ。L だよな、この人 L ね。また確認しよう。シワ洗っても大丈夫ですか？洗ったら逆にシワが取れて綺麗になるんですよ。それが和道マジック。うん。あの普通に洗濯するとシワが取れるんですね。うん、綺麗になりますから。おはよう男。おはよう。バカありがとうね。綺麗に着たい人は洗濯してください。なんで月収、俺月収50万なんかないよ。月収50万なんか今ないよ。月収16万ぐらいだよ。そんなあるわけねえじゃん。そんだけあったら苦労しねえわ。ド貧乏だよ、ド貧乏。あ、今日新札なんだ。ガサツに見せてアイデンティティ、いやめんどくさい、管理がめんどくさいし。いや、いいんだよ、これが和道クオリティだから。和道リスナー分かってっから。和道リスナーすげえ分かってる。何が分かってるかっていうと、和道さんごめんなさいって、忙しいのにって、振り込んでから2ヶ月経ってるんですけどステッカーまだですかって、煽ってるわけじゃないんです、和道さんのこと分かってますからっつって、リスナーが謝るからね2ヶ月俺が振り込まれてから2ヶ月バックレてステッカーごめんって言って。だから最近それ良くないなと思って、もうすぐやるようにしてんの。放送中でも言い訳しないでこうやってやったら、あの分かるじゃん。はい、今1個できました T シャツね。もうすぐやるっていう、もうライフスタイルそのままさらけ出すスタイルね。であとは2つと、レターパック梱包枠、そうそう、
今日ポーラン、俺サッカー全然興味ない。全く興味ない。なんか、すごい日本が頑張ってるっていうのは聞いた。でも俺はケイスケ、ホンダ、俺はケイスケ、ホンダにしか興味ないから。おう、辰彦、お疲れ。ワードツー。スポーツだったらサッカーが一番好き。いや、俺スポーツはボクシング、個人競技が好きだね。まあ団体競技だったらバスケとかが好きかな。まあ好きっていうか、まあまだ見れるっていうか、スポーツ全体そんな好きじゃない。ボクシングとかは好きだけど、あんまりスポーツに関心はないかな。はい、ワードツー。なんかこう熱くなれないんだよね、人のことで。他人のことで熱くなれないから。おはよう、久しぶり。おはよう。他人のことでこう熱くなれる人羨ましいんだよね。なんかサッカー選手とか応援してても別に自分の人生と何の関係もないじゃん。何なんだろうね。なんか得あんのかね。ツイッターとかでアカウントで誰もフォローしない男だよ俺は。そういうサイコパス野郎だから。自分大好き人間だからさ。
自分勝手のクソ野郎ですよ。全部俺、サイコパス、糖質、ADHD、ボーダー全部俺持ってる犯罪者だよ、ただ犯罪者予備軍だよ。まあ確かにね。まあでも突き詰めたら自分のためでもあるよ。突き詰めたらね、うん、全部あるね。よく考えるとダメだね。やっぱ生まれてきてはいけない子供だったんだ。悪魔の子だから。悪魔が俺を産み落とした。現代社会が生んだ悪魔だから。だってこの子は M サイズだったかな。グッズを買ってくれる人、女の人多いな。ほとんどやっぱ女性なんだよね、グッズを買うのは。男性は物があんま好きじゃないのかな。不思議だよな。それがねちょっと不思議なところだね、俺の中で。誰、元自衛隊の島津って。誰のことな。配信者でいいの、まあ、遠い親戚なんだろうな。島津家だったら遠い遠い親戚なんだと思うよ。人類皆兄弟だから。警官を殺したやつ知らない。誰それ。
Excel とか顧客管理や注文履歴とサイズ。一回売れたらだって別に必要ないじゃん。履歴取っとく。Excel で作って。だって2枚も3枚も買うわけじゃないんだから。そう思わない？おっしゃ、できた。おっしゃ、完成です。はい、できました。2つできました。完成です。今日のお仕事終わり。いろんなグッズ作ってリピーターおるんかなと思った。いや、そんなグッズ買ってるくれる人って限られてるよ。いや、買わなきゃいいじゃん。買いたくなかったら。買いたくなかったら買わなきゃいいじゃん。強制じゃないよ、別に。シワシワの和道 T シャツ完成です。じゃあ LINE で報告します。これを写メで撮って、今度この人。よし、オッケー。シワシワ、いや、シワシワ、いや、俺のリスナーで、俺のグッズ買うぐらいのリスナーで俺に文句言う人なんかいないよ。大丈夫だから、いいんだよ。よっしゃ、ポストに投函してくるわ。行ってきます。ポスト投函行ってきます。
残り12枚だね。残り在庫12枚です。残り和道 T シャツ12枚です。お早めに皆さん、12枚です。はい、アーミーはどつ、みんな買ってね、 T シャツ。1、2、あ、残り11枚だ。え ?1、2、3、4、5、6、6枚。6枚。残り6枚。残り11枚か、うん、残り11枚だわ。 XL が XL が残り11枚で、 XL が XL 売れたんか。XL がどう、何枚だ。 XL1 枚、 XL が1枚、 XL1 枚、で 2XL が、 2XL、 2XL サイズが結構まだ残ってるかな。 S が1枚だ。 2XL 何枚だ。XL、L、L、1枚、 2XL があと1枚。3XL が2枚と、これで合ってるか。これで合ってるね。4XL はありません。ありません。ありません。よっしゃ。いや、振り込み先にしてもらってるから宛先不明って言われても困っちゃうよね。L が意外と履けなかったのが意外なんだよ。やっぱ M じゃん、みんな。なんだかんだ言ってね、大きいサイズ増やしたんだけど、 L だ L だって言うけど、実際売れたの M だったんだよね。やっぱ商売って難しいよな。自分の感覚信じないとな。もう L が6枚、 S が1枚、 XL が1枚、 2XL1 枚、 3XL2 枚だね。
L がいけると思ってたんだけどね、なかなか売れないね。30着履けるのは大変だよな。でも11枚ってことは19枚履けたってことだもんね。メイドイン USA なのかな、これメイドインジャパンだと思うけど。11枚早く履けてえな、早く履けたい。弾丸色見てきた？どうだった？うん、そういうことだね。19枚履けたってことだもんね。現場で7枚売れたんだっけ。現場で7売れてもう6ぐらい売ってる。まあそんなもんだね。うん、でもね、次はね、今度10着限定とかで刺繍で作る。今度は和道グッズっていうよりも俺がデザインして俺が着たいものを作る。だ高級路線でちょっと行くね。刺繍でもうプリント剥げるじゃん、布で縫って高級路線で行く。松本人志が着てたさ、1着2万ぐらいする T シャツみたいな感じで、ああいう路線で作っていくね。でもう定価、これ定価2万4800円で売るから再生産は2万4800円で売るからね。刺繍高級高級。いやもう、いや最初の限定だけ安く売るっていうやり方。うん、いや、それはね、俺らがね、ダンカンさんにコメント読ませなかった。うん。要は、テレビタレントがコメント読んじゃうと、グダグダになるっていうのが分かってるから、コメントさばけないから。あえて読んでもらわなかったの。24パですよ。和道ブランドは。24パでいく。限定お値引きっていうやり方でやってこうかなっていう。なんかね、いろいろ考えたんだよね。後からさ、安くするのってさ、嫌じゃん。先に買った人が高くて、なんか変じゃない？だから、先に買ってくれた人は安くて、で、あとは定価で高く売るっていうやり方。いや、次回は完全に俺デザインでいこうかなと思ってる。で、ラインナップ増やしてくね。米読み専門スタッフは入れてもよかったかなと思ったけど、そうなると俺になるじゃん。で、俺がさばくと、ちょっと変なことになるかなと思ったが、俺はあれで正解だったと思うよ。あえてテレビ寄りで作るっていうのはありだと思った。要はね、あのノリでコメントさばいてる尺を入れたら、尺が持たない。なあ、垂れ流し良かったと思ってるよ、俺は。それはね、あさみさん、違うんだよ。次、あれが本ちゃんの放送じゃない。あれは収録なの、実は。収録を垂れ流してただけの。だから、お題、リアル桃太郎、ドドンとかいうのが次にアップロードされるの。だからシャープ5の収録を生放送でやったの。それちょっと伝わりづらかったのかもしれないけど、まあね、今後はわかるようになると思う。要は、前回のは収録です。収録を垂れ流したって感じ。俺の構想だと。これ、ほら、シャープ4まであるでしょ。1,2,3,4 っていうシリーズなのよ。この弾丸塾特別編って言って、これはオーディション生放送は別枠にしてんの、わかる？これと。だからここにこの収録の編集が入ったやつをここに入るって感じ。そうそうそう、売れ残り感が出たら嫌だよね。うん、そう、個人と、要はね、放送と要はテレビ側の融合っていうところはやっぱ難しいんだよ。収録を垂れ流したっていう感覚を見せたかったの、俺は。いや、逆に配信者にテレビっぽさを伝えたかったのね。リスナー側と。だし、コメント読
んのもどうせユイガユイガユイガとか書いてて、ユイガってなんだよって話じゃん。だってアルさんもダンガンさんもわかんないんだもん、ユイガさんとか。パトラシさんにユイガユイガって書いてもなんなただわれとかになるでしょ。意味わかんなくなるだけだからね。そういうなんかネット民だけを喜ばせるみたいなノリ俺は嫌いなの。そうじゃなくて一般層を取りに行きたいから、そういう内輪ノリみたいな、ネットの内輪ノリみたいなのは寒いから、先に帰ったね。集合写真に写らなかった人は呼びかけたけど、要は実質的に嫌だって言って帰った人、俺写りたくないって言った人ね。でもあのコスプレのピンクさん綺麗な人だったよね。コスプレのピンクさん美人じゃなかった？なんか写真ではねあんまり伝わんなかったけど綺麗な人だったよ。ニコ生のピンクさん、ちょっと待って、何番目ぐらいに出たっけピンクさん。この人、この人美人なコスプレイヤーって感じだった。あれ？この人綺麗じゃなかった？この人。これ自分で作ったんだって。おはよう。おはようございます。おはよう。イメージと違かった。俺イメージ通りつが、俺はまあえどうした、俺は知ってたからさ、パトさんのこと。いや面白かったよ、パトさんが最後で正解だったなと思ったかな。超面白かったパトさん。パトさんは当たりでしょ。あの人人気出ると思うよ今後。強靭だよね。俺強靭大好きだから。和道パイセンって言うんだよね。和道パイセンさ、元気いいよね。最高ですかっつって。俺ね、静岡のね、この人でね、すっげえ元気出たんだよ。和道さんもね、痩せるときはね、いいよ。粉茶飲んだらね、元気出てくるから。和道さんもね、うつ病持ってるでしょ。ねえ。和道さんね、うつ病とか負けちゃダメだよ。和道さんって。楽屋こんな感じだったよすげえなと思ってはい、おはようございます。ほんずっとあのテンションだからね。いや面白いわあの人面白いあれは俺はいい終わり方だったなと思ってるけど、六本木の茜に行くっていうオチはちょっと微妙だったけど、不安になった大丈夫かなっていうね、白い粉本当なんじゃないかっていうね。
ダンカンさんグランプリハマるかなっていう、柏木とかあとワン太郎とかグランプリは可愛がられそうな気がするよね。ただちょっとグランプリはがっつきすぎた印象だった俺の中では。もうちょっと引いてよかったのかなっていう、もうちょっと淡々とやってよかったんじゃないかっていうのが俺の感覚だけど、まあ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 どうハマるのか分かんないかんね今後ね。グランプリどうなるかね。小島、まあもともとねグランプリは芸人向きというかそっち側っぽい感じがあるもんね。もともとまあ芸能界かじってたっていうか俳優やってたんだけどな、舞台俳優やってたのかな、うん、あそうなんだ昨日ワン太郎、ペヤングでワン太郎もね頑張ってるよね。ワン太郎も今後伸びていくと思うよ。あいつは自分の企画淡々とやってるから、自枠を大事にしてるから、ゆっくりだけどファンを着実に増やしていくと思う。ワン太郎はあとビジュアルがいいっていうのが、ワン太郎テレビで使いやすいんじゃないかっていうのがあるんだよね。若いのと育てやすさ、ワン太郎はねあのなんだろう、配信者よりもテレビタレント向きなのかなっていうのはある。ビジュアルがいい、使いやすいと思う。世界を舐めてるって、うん、あいつの、あいつが誰だか分かんねえな、誰のことなんだろう。あ、ワン太郎？世界舐めてるんだ。へえ。そうなんだね。まあいいんじゃない？若さで、そこは。若いっつうのは、そういうこともあるでしょ。でも俺日高さんに聞いて怖くなったんだけど、ボクシングって年間1人か2人死んでるらしいよ、日本国内で。だから本当に気をつけないと、ガードとかしっかり上げないとやばいって。あのお酒は絶対ダメって言われた、試合後の。本当に死ぬよって。年間 2,3 人死ん、あ1人2人死んでるから、あの本当にあのキックボクシングでそういうのってあんまりないんだって。ただボクシングは本当死ぬからねって。20枚だよ、19枚ね。いやどうだろうね、もうねちゃんと履けないと安心はできないかな。買ってほしいかな。ヒカルくん、あヒカルくん分かってるよ、大丈夫だよ。本当に捨て頃で死者出たらやだかんね。あでも16オンスでも油断しないようにっていうのは念をされた。本当にあの後輩死んでるからって。あとその俺に言われたのはあれだったね、俺が一番そのなんか後楽園ホール行ってびっくりしたのが、あのプロデビュー C 級ライセンスのボクサーで、 C 級ライセンスなのにすっごい人気のあるボクサーがいると。それは11回負けてるんだってでその日すっごい盛り上がるんだって。みんなやっぱり客もなぜか満席で負け続けてるのに、 C 級ライセンスのボクサーで後楽園埋めて大声援なんだけど11回連続で負けてる。で普通は3回か4回負けると引退しちゃうんだけど、その子は11回諦めなかったと。なぜ俺にその話をするんだと思ったけど、それ便所さんが狙ってることじゃん。チームどれね、本物が来ちゃったかんね、原田さんとかね プロが来ちゃったかんね。はい、和田つ、マキロおはよう。あそうなんだ、赤井さんも、なるほど。まだ2回じゃないよ、
でもやっぱりその一生懸命やってる人は味方がつくっていう。いや、11回も負けたら心折れるでしょう。よく11回も戦ってるよね。だいたい KO 負けされると3ヶ月試合組まされ。ありがとう！ファンタスティック花火ありがとうございます！ありがとう！ワードターンつってね、おはよう！ありがとう！死んじゃうよ、そんなことやってたら。ありがとね、特命さん。すごくない？ありがとう。いや、飛ぶね。飛ぶね。いや、俺はもういい。俺はもう、この世界向いてないっていうか、格闘技、なんか配信者が真面目に格闘技やるっていうのは、本当に配信者が求められてることなのかっていうさ。もっといろんな人に順繰り順繰り回ってやってほしい。なんかもうファイターを育てるみたいな枠になっちゃってるのすごい嫌なんだよ。俺配信者だから本業は。格闘家じゃねえから。いいんだよ。もう一生懸命やったよ。弱かったんだよ。もう結果受け入れようぜ。なんでこんなに俺出ろ出ろってなってんのかわかんないもん。みんなに言われんだよ。もう一回またやるよなーって。スリー頑張れよとか。スリー出るんだろうとか。ずーっと言われる。そら、ええー、かっこよかったのにもう一回やってよでしょ。だってさ、ぶっちゃけ金にならないんだもん。ジムだって10万ぐらいかかってるしさ。まあ、グローブとか揃えてもらったからいいけど、自分でだってリング借りんのも高いでしょ。で、花火飛ぶわけじゃないじゃん。だったらさ、細々と雑談やったりとかさ、自分が得意なさ、ことやって仕事にしないと食ってけないよ。スポンサーがつくなら別だよ。無理だよ、このままじゃ。俺も生活があるもん。自分を責めるなって、いや、かっこよかったっつってもらったら嬉しいけど、やっぱりさ、その向いてる人にやっ、クモンとかでいいじゃん。クモンとかヒカルくんとかで。いや、だから勝ったら100発ぐらい上がるっつっても、半年間とか準備必要なんだぜ。俺も普段の生活があるんだもん。ましてや、いろんな企画とかさ、トライしていきたいし。2回も出させてもらった。だから負けた選手が出るもんじゃないんだって。まあ、軽量級だからね、クモンは。それに若いから、まだまだ体発達するでしょ。いや、俺も勝ちたかったよ。俺も勝ちたかったよ。でもよく分かってたよ。よく。そんな甘い世界じゃないっていうのが。直樹兄さんに負けたんだぜ。俺は富士山登らないよ。誘われてないもん。登山家になんかならない。富士山登って何が面白い？山登り楽しいんだ。まあ、でもいい思い出になったよ、格闘技は。格闘技、ボクシング好きだったから。手あげないよ。山なんか登っても何にも分かんない。ソロキャンプ。いやー、どうなんだろうね。富士そばって面白いの？俺見たことないから分かんないんだけど、山登ってて何が楽しいの？山、富士山登ったことないし、山も登、一回も登ったことないから分かんないんだよね。何が面白いの？富士そばって。おはよう、マムさん。おはよう。まあね、あんだけ閲覧あるってことはくっそ面白いんだろうな。景色がいいんだ。徒歩配信のハード版が。ちゃんまんはダメだよ。
高尾山フル装備で登る男だから。高尾山にピッケル持っておく。笑えるよな。ピッケルさんの半端ねえよな。もう本当の天才だと思うもんね、佐野智則は。佐野が全部悪いんだ。なんでそんなことができるんだろう。辰彦かっこよかったね。えぐかったね。あれファン増えるでしょ。俺もファンになっちゃったよ。ファイター辰彦の強さえぐかったよね。あれはすごかった。何回見てもかっこいいもんね。あー、誰だよ登れって言ったやつ出てこいよって。カズお疲れ。なるほどね。まあ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 、好感度勝負じゃない。むしろね、配信者は嫌われてる方が俺はいいと思ってる。いいやつは伸びない。いいやつほど伸びなくて、悪いやつほど伸びると俺は思ってるね。まあ辰彦でしょうね。うん、年齢的にも今の仕上がりぐらい見ても辰彦だろうね。あの身長差で、まあ辰彦じゃねえのかな。どうなんだろう、辰彦じゃねえ。いや、富士山登るんだよ、富士そばって。あれは心折れるでしょ。三連打強打もらっても効かないんだもん。ノーガードで顎にクリーンヒットして三連打。効かないんだよ。どうやって倒すのってなるでしょ。で、そこで右の重いのズドンってカウンターで入れられ、カウンターつうかまあ、ストレート綺麗に入れられたら、そりゃもう止めるでしょ。これ危ねえわってなるでしょ。いや、まあ、まあ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 、強いよね。うん、あー、なるほどね。
ダンカンさんのね、芸人論が配信論に聞こえて面白かったよ。男子賞が言ってたね、和道くんって。男子賞がねって嫌われる人間になりなさいって。嫌われる人間は悪い噂はすぐ広めてくれるから、だから悪い噂をうまく使うんだよって。どんどん悪い人間になれって教わったって。でいい人間になると一回のスキャンダルで人生全部ダメになるから芸人は向いてないって。いい噂を取る、要はベッキーとかさ、ジャニーズの不祥事を思い出すよね。だからもう何十年、30年ぐらい前に言ってたって。悪い人間になれって。で、あと男の客をつけろ。男のファンは絶対離れないって。とにかく、で、たけしさんがそれを狙ってたらしい。キャー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 アイドルみたいに言われてた時に、しんすけさんとたけしさんだけは、男の客、特にモテない、ひモテの男を狙ってたんだって。いや、女の客は離れてブーム去るの分かってたから、男のモテない感じのにたけしさんかっこいいって言われるようになるって、それを狙ってたんだって。たけしさんはその人たちだけを笑わせに行くっていう。要は俺もたけし軍団入ったりとか、たけしさんの真似してたらモテるんじゃねえかとか、でスターになれるんじゃねえかっていう希望を与え続ける。頭いいんだろうね。もうズバ抜けて頭いいんだよ。のんちゃんと温泉は、うん、今日雨降るからいいや、うん、それを聞くと千里も馬の尻尾にしがみつけば楽に越えられるだろう。ほう、ちょっとよくわかんないけど、なんかすごそうだね。T シャツ買ってくれよ、みんな。残り11枚。T シャツ買って、T シャツ。連絡ちょうだいね、T シャツ。頼むよ。本当に。みんなに買ってもらわないと生活できないから。よろしくね。鼻くそほじりながら聞かないで。頼むよ。まあ全部売れたら5万5000円になるね。頭いいか俺。まどちゃん、まさやん、大花火が上がり続けてやばいよ。何もやばくないじゃん。普
通に人気ある証拠だ。稼げばいいんだよ。稼げるときに稼げばいいんだよ。あ、860発だから86万か。すげえな。なんだこれ。すごいね。これはすげえや。なんだこれ。86万。なんだこの人。すごいね。はあ。いるもんだね、大金持ちが。800、これはやばいわ。へえ、100万いくね。一枠100万は初めてじゃん。ムカつく存在。なんで俺頭良くないじゃん。多分タケさんよりも低学歴だよ。タケさんが持ってるものの方が俺よりもすごいよ。すごいね、受験レベルだね、これは。見たことないね。これは俺も見たことないね。嫉妬に狂ってんの。そりゃまあ嫉妬するだろうな。そりゃ嫉妬するだろうな、うん、俺も爆上げになる？俺も爆上げになるのかな。いや100万とか掴んでみてえな。頼むよ、ワドリス頼むよ。俺も掴むぜ、太いリスナー掴んで人生変えるから、よろしく。お店のお客さんなんだ、すげえや。いるもんだな、大金持ち。バカにならねえかな。いや俺バカでしょ、うん、頭いいと思ったこと自分で一回もないよ、うん、っていうかバカの方が得する世の中だと思うけどな。見たくないものが見えるからやだよ。なんかこうずぶとくなりたいね。バカの方が強いよ。ずぶとい人間になりたい。よいしょ。小銭ありがとう。その小銭は100万円の価値があるよ。いやーすごいね、大花火。100万だからリスナーさんの負担200万だからね。ああ大したもんだよ。バイクの免許いいね。俺もハーレー乗りたいけどね、ハーレーはやっぱガレージ持ってないと意味ないからね。そう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 、侍よ、侍。お侍、お侍の血を大事にしたいと。そう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 。さてじゃあ俺はあれだな、スマホスタンドと Wi-Fi の契約の更新とスマホスタンドだな。ちょっと外プラプラしてくるわ、新宿の街を行ってくるわ。たくさんありがとね、アイテム本当に感謝ね。いや俺の枠でこんな20発ももらえるなんてなかなかないよ。花火20発と大花火20発それからバーガー13個風船 10個ありがとうございます。いつもありがとうございます。運営200万、放送主100万ですね。はい、じゃあ皆さん、あの今後ともよろしくお願いします。楽しかったです枠。それじゃあ皆さんお疲れ様です。終了。